はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。はい、今回はね、かず旅大分に来ております。で、今ね、かずえちゃんこの別府駅の前にいるんですけれども、今回はここ別府からかず旅をお送りします。で、大分今回で、2回目なんですけれども、今回ね、撮影で来てるんですよ。LGBT 温泉っていう、番組名は LGBT 温泉じゃないんですけれども、NHK さんがやってるテレビのね、撮影で今日は別府に来ております。で、待ち合わせが北浜温泉テルマスっていうところで、待ち合わせで今別府駅の前にいるんですけれども、今日は1日ここ別府から、まあ、ちょっと撮影の風景とかは撮れない気がするんですけれども、まあ、合間合間でいろいろと撮影していこうと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。はい。で、なんだろう、とりあえず今駅に着いたので歩いてそこの、北浜温泉テルマスに向かいます。もうすぐ着きそうです。今日がね、5月の1日なんですけれども、すっごいお天気が良くて、今日もほら半袖でいいぐらい暑いんですよ。で、かずえちゃんの右手には別府湾が広がっております。ほらね、もうね、海入れそうなぐらい今日いいお天気なんですよ。で、まあ、ゴールデンウィークで結構人が駅とかにはまあまあいたんですけれどもね、やっぱり別府というと温泉、あと、まあ、大分だと鶏天とかだご汁とか結構美味しい食べ物がたくさんあってね、かずえちゃんも食べるの大好きなので、昨日も鶏天いっぱい食べました。まあ、またビールがすごく進むのね、鶏天は ね。あ、きっと見えてきた、奥に見える、見えないかな、茶色っぽい三角形の建物なんですけれども、ちょっと急ぎます。北浜テルマス到着しました。そしたらナトセちゃんがいます。見える？ほらジャンプして、イエイ、ほらイエイ、ペップ。今休憩も終わって、まあ、休憩というか打ち合わせも終わって、これから撮影に挑みます。バギちゃん、バギちゃん YouTube、 うん、噂の、いい、映っても。大丈夫、さあバギちゃん大丈夫だよ、ほら映れてない、大丈夫。ベビーバギーです。おはようございます。今日かずえちゃんありがとうね。いいね、楽しもうね。楽しみましょう、ね。ゲストがいる。ゲストっていうか、びっくりした、キットチャンネルがいるんです。ほら楽しもうね。はい、お願いします。あとはさっきも映ったけど、正々堂々の名瀬ちゃんもいます。はい、名瀬です。みんな元気？司るのはせい今日一人だけどね。でまだお二人後ろにもいます。今日とりあえず楽しみましょう。楽しみましょう。別府の YouTuber さんがいらっしゃいました。どうぞ。どうもこんにちは、サイです。高田サイさん、よろしくお願いします。別府を中心に活動されているんですよね。別府と福岡ですね。福岡なんだ、はい。チャンネルはここの動画概要欄に貼っとくので、はい、よろしくお願いします。ちょっと見てみますので、はい、よろしくお願いします。皆さんも見てください。お願いします。次はですね、タレントのゆしんちゃんです。どうぞ。やっほー。いい、初めてのかずえちゃんの YouTube に。ごめんね、なんか急になんか何でもいいから喋ってとか振って、本当
当だよ。しかもね、初対面で私まだこのね空間にまだ慣れてないから、いきなり全然大丈夫です。めっちゃ普通に声かけて、なんか何でも喋ってたけど。とりあえず楽しみましょう。楽しみましょう。かずえちゃんの YouTube、じゃあ私も見ようと。見て見て。見る見る。チャンネル登録して。結構ずうずうしいよね。あら、ゆしんちゃんでした。はーい。早いですね。どんどんと、どんどんめっちゃ早いですよ。一瞬の見た目で。みんなさ、女のホルモン治療も性転換手術もしてない戸籍男で、もう男の子にメイクしてる感じ。何もいじってない。もう全くいじってない。本当にこうやって、まあ、なんか懐かしい景色だけど、懐かしい景色だけど、入ったら多分13、4年ぶりぐらい。で、ちょっと皆さんどうですか、入ってみて。いや、みんな男なんですよ、戸籍上は。みんな男だから、法律上一切。そうだよ、一切。ゲーな。ゲーな。さやちゃん、いいお湯でしたか。お疲れ様です。いいお湯でしたね。皆さん、いいお湯でしたか。バギーちゃん、お父さんが言ったら日本撮ってるよ。綺麗。女優。女優。どうか。あ、綺麗。女優。おセクシー。おセクシーじゃないけど。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、映しちゃって。記念に。すいません。どうも。ありがとうございます。幸せ。ビール飲みたい。行きましょう。ちなみに乾杯はですね、乾杯というんですが、あの、私は実はブラジルに1年間留学してたことがありまして、その時に乾杯は、実はチンチンっていうんですね。ね、なので乾杯チンチンでいきたいと思います。はい、乾杯チンチン。すごい飲みました、久しぶりに。今ね、打ち上げも終わって、大分駅に戻るね、最終の電車を待っております。本当なんかすごい今日は楽しい一日でした。初めてかな、テレビの番組に出るのが。まあ、NHK のね、今日番組に出たんですけれども、本当にいろいろと考えさせられる一日になりました。で、その NHK の番組は5月の13日に放送されるみたいなので、あの、詳しいことはこの動画の概要欄にすべて書いておきますので、ぜひ皆さんご覧になってください。はい、ということで、あの、もう今日は疲れたので帰って寝ようと思います。
はい、ということで、今日の動画はおしまいです。それではね、皆さんまたね、また見てね、バイバイ、おやすみ。Did you pack the flashlight, the blanket and the map. It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear?